にちは、ナチュベジウィル敦子です。今日は第一圃場で9月巻きの種まきの様子をお伝えいたします。今日のお品書きは巻き溝の切り方、支柱を使った切り方が2種類あります。それからシーダーに種を入れないで溝を切る方法。今日はすじ巻きをしたんですけれども、すじ巻きでも2種類ありまして、ひねりながら巻く方法、それから天井に巻く方法、最後に覆土、手で覆土をする方法と冷気で覆土鎮圧をする方法を動画に撮りましたのでご覧ください。それから今日はおまけで、ハッシュ前の準備ですね。これ2人でやったんですけれども、それの連携プレーの様子、それから頻繁に種チェンジをするんですけれども、その様子をご覧いただきたいと思います。
この動画はこれから化学肥料農薬を使わずに菜園をやってみたいなっていう方の手助けになればいいなと思っております。それから農家ならではの手際のいい作業ですとか疲れない道具の使い方ですとかそういうのも紹介していこうと思っておりますのでその季節季節の作業がこう積み重なってのお野菜作りになりますのでこう続けて見ていただくことによってあこういう風になるんだなっていう結果もね分かりますのでぜひともチャンネル登録していただいて継続して見ていただけるといいかなって思っております。